こんにちは、会長です。皆さん、この情報はかなりでかいですよ。今回リヴァイを使っていくんですけど、情報の内容が体力倍率が 0.85 から 0.90 に情報されました。まあ、これがね、本当に強い。コンパスの体力倍率はもう普通に強さに直結するんで、マジでありがたいですね。純粋に、まあ、フルカナのワンパンラインとかも、まあ周囲も最近ワンパンしてくるんで、まあ、いろんなワンパンラインも上がりますし、まあ、ガンナーから受けれるね、あのダメージも上がりますしとか、まあ、いろいろあるんで。HA OK ナイス、ワオ最強最強来てるモノクマデワフ引き連最強ですね。本当にそう、いろいろやれることが増えるんだよね。まああと、まあ、野良とかだと無理やり倒さないといけない場面とか突っ込まないといけない場面っていうのが増えてくるんで、そういうできることの幅とか無理できるっていう点でもね、体力の情報はでかいですね。まあ、ただこういう平面のステージとかだと正直リヴァイは難しい。まあ、だから使われなくてどんどん情報されていくっていうのは正直あると思う。段差があるとね、まあ、やっぱりどっからリヴァイが飛んでくるか分かんないから警戒しないといけなかったり、純粋に、まあ、ライスとかだったら先に C 取れたりとか、まあ、上下でね動き回って相手を裏警戒されせないといけなかったりとかもいろいろあるんですよね。どうしよっかな。家が切れた、うまい。マジか、自分でも家がの秒数知らんかったんだけどうまいね、ナイス。ディーバ入ってる、それやってくれそうだな。じゃあ任せようかな。おっと、オッケー、よーし2枚やった。待って、引っかかった。タッチしよう、カウンター手前は取れる。待って、もう一個カウンター、すげえな。カウンターカウンターカノネか。でも全部吐かせたから、またヒーロースキルだけ仰せが刺さりますわよ。これは吐かせます。あとアダムのディーバかな。ライザーは溜まってないから頑張ればいけそう。ディーバが間に合ってない、うまい、最高、愛してる。天才か。さあみんなでね触りましょうやって思ったけど、裏が怖いんで HA しておきます。裏取り来るんでね。便利なもんだ、おとなしくしてろ。ドーンとね、はい、ナイス。ドアなかったっけ、徒歩だったっけ、ライザー。まあいいや、まあ、警戒ね大事だからね。まあ、こうやって、まあ、今だったらモノクマが前線張ってくれて、なおかつシャドウとかで点灯を狙ってくれたりダミカを吐かせてくれたりすると、平面でもねリヴァイ活躍するんですけど、まあ仮に相手の当たりがモノクマとチェンジしたりしたら、まあ、当たりはね後ろ目でモンスターでね戦ってる、デッキだったので、まあ、そうなると前出る人がいなくて、まあ、リヴァイがね正直ヒーローアクションできなくて厳しいかなって思います。まあ、そういうなんか野良の編成に左右されるのもリヴァイの弱みだよね。2戦目やっていきます。2戦目も平面ステージ高3なんですけど、相手にリヴァイがいるな。相手の当たりがめっちゃ突っ込んでくれる型なのかにもよるけど、こっちの編成は正直よろしくないね。お次はキテル抜いて桃鍋入れてきました。なんか選手くんが桃鍋ね強いって言ってたんで、選手くんは、グランドスラムチャンピオンで、リヴァイがね、一番上手い人ですね。はい、やっていく。ナイスタッチ。まあ当たりに溜めさせちゃうことにはなるけど、まあこっちも溜めるの大事だし、いいかな。OK。
まあ、リヴァイをね、バトアリとかフリーバトルで使うってなると、もうバトアリの段差ステージが多い曜日、その日だけ使うみたいな、そんな感じでしか、正直厳しいんじゃないかなって思うね。まあ、それか、グスタフ・ピエールとか、まあ、前線に周囲をたくさん置いて、まあ、そういうリヴァイの HA で倒す編成を、まあ、前線で頑張ってやるかとか、そんな感じになってくると思うんで、まあ、こうやってリヴァイね、待たないといけないんだよね。ナイスすぎる。やる。カノーネもらったけど、トマスの全体回復がなさそうではある。ウォーブねー。すまんすまんすまん。ナイスナイスナイス。いいジョバンニだけど、なんかバッタがぴょんぴょんしててC がいつの間にか取られていくいや桃鍋引き連連切りしたかったんだけどミスりました。失礼しました。回復して、死竜入ってる。死竜序盤に。もう全体回復なし型か。なるほどね。リヴァイのヒーローアクション終わりとかに、ヒーローアクションしてみたいよな。超空中戦を繰り広げたいんだけど。なるほど。多分トマスがヒーロースキル入って、いや、いらないか。全然オッケーやった。まあこれヒーロースクリーンでいいかな。待ってどけちゃった。おっとなんかいい感じだぞ。はい桃鍋引きね。ナイスよかったよかった。危ねー。なんか本当にワチャワチャしてるね。野良っぽい試合で たまにはいいんじゃないかなって思います。結局相手の隙をついてっていうキャラだから、まあ、こういう泥臭い試合になることはしょうがない気もする。最後はバトルアリーナでやっていこうかなと思います。常設だったらっていうとね話は変わってくるんで小さな刃がないと思うので、まあ、そうなった場合は僕はね回復を積むべきかなと思います。やっぱヒーローアクション失敗した後とか、まあ、死ぬ時もあるかもしれないけど、生き残る時も大いにあるので、まあ、そうなった場合にやっぱり、ガンナーの通常とか食らっちゃうからね、回復があればもう一回仕切り直しできるんで、まあ、なかなかいいかなと思うんですけど。反対見れるかな？いやー怖いなー。ヒメタルか。なるほどね。いやー無理だなー。いやそっちじゃないね。全然ダメージ入んないけど。ナイス。取れる。ナイス。ラグ。オッケー。やれる。やれない。まあ、ミリ残るから、まあ、ミリ残しとくか。これは火力上がってるからやれるはず。でかすぎる。普通に強くね。ナイス。こけないんか。やらかした。
ただ当たってくれてるからぼかしてやって、いいね、順番に落とせてるからかなりでかい。イエーガー入ったからヒルアクションやめます。前転中、これ飛んでくる、オッケー、やってゆららでこかしてバグドに一緒に殴ってもらう。触んなくてもいいな、貯めれるなら貯めたい。くじだけどやばいね、これはたまらんかな。え、強くね、めちゃめちゃ強いんだけど。遠距離とも相性いいな、周囲だけじゃなくて。Cに吐いて、あーあーあああ、ナイス。まあ、僕はできれば220かな、これ210か。まあ、ちょいちょいはあるので、まあ、家側で全然こと足りてるんですけど、そうだな。まあ、できればちょっと低いっていう方は、まあ、扱い難しくなるけど、前転とかで火力取ると、まだ回るようにはなるのかなと思います。ちょっとゆららの火力がね、想像以上に弱くて、まあ、上からやるっていうより、こかした後にゆららで追撃して、まあ、火力を上げてから通常で殴って倒すみたいな、そういうイメージでしか、まあ、あんまり使えないなとは思いましたね。っていうね、リヴァイ講座でした。全然リヴァイ僕使ってないんでわかんないですけどね。うん。まあ、推測ね、推測。まあ、実際のね、リヴァイ使い、ノラでやってるっていう方、おすすめのね、常設デッキあったら、ぜひ教えていただきたいです。では、ありがとうございました。